降るかな。ゲリラすぎたかもしれん。おはようございます。めっちゃゲリラかもしれんめっちゃゲリラ。おはようございます。おはよう。声が、おはようございます。おはようございます。食べてるかと思った。食べてないよ。おはよう。メイク中？うん。おはよう。ございます。モフ兄さんありがとうございます。おはよう。照明さん、松さんありがとうございます。おはー。目がめっちゃ怖く、高木くんパワーありがとうです。ここはハムみたいなメモに。おはようございます。高木くん、めっちゃ字汚い、やば。間違えた。いいか、間違えちゃった。いい、ありがとうです。ありがとうです。おはよう。論文終わってなくてやばいな。いろいろやばいね。大丈夫。ふうにいさん、ひまわりさんありがとうございます。昨日釣りしたら坊主でした。あら、あらららら、いいな。釣り行ったんだ。今日どこか行くん？わからん。何も予定してない。ありがとうです。何時に起きたの？7時半には起きてましたよ。そう、7時半には起きてました。おはよう。おはようございます。昨日ラーさんと七並び対戦できたはい、伝えときます。そう、昨日七並び久しぶりに12時ぐらいまでやりました。たむちゃんさんありがとうございます。なくなるの避けられなくなるの。頑張ろう。さきも頑張る。ブロンコさんありがとうございます。
さきちゃんやん。なんで？そうだよ。そうだよ。前髪昨日からめっちゃ良きなんよね。なんでだろう。調子が良い。いい感じです。イエイ。兄が広島に行ってます。そうなの？そうかい、そうかい。最近七並べ全く当たらない。今日お昼やろうかな。じゃあお昼七並べやろうかな。12時から2時まで2時間。昨日さ10分おきにやってたら全然できて、全然回数が何回かしかできんかったけね。5分おきにするわ。やっぱり今日2時間ぐらいしか寝てない。何してたん？何してたん？ももちゃんのこと考えてたの？おはよう。痩せた？イエーイ。バンジャラモンスターさんありがとうございます。昨日ラーさんテストとか確かに対戦したね。イエイイエイ。ラーさん昨日いっぱい対戦できてよかったですって言っとった。言っとった言っとったよ。おはよう。今日なんかちょっと買い物に行ってこようかなとも思ってる。明日からまたお仕事始まるから、今日は2時まで七並べして、そっからちょっと何も考えずに買い物してくる。今日の光の当たり方完璧じゃない？本当？でもあっちからなんだよね。あっちから、あっちからこっちに来てる。来てないか。やっぱ5分おきがいいね。おはよう。今日も君好きです。君のことが好きだから僕はいつもここにいるよ。人混みに紛れて気づかなくてもいい。荷物持ち？さっきね、一人で買い物とかするときね、荷物あんまり持たないタイプなんですよ。荷物持つの嫌いだから洋服とか、もう洋服はね山ほどあるから買わないこの間実家帰った時も買ったし。お昼は何食べる予定？決まってない。決めて。おはようございます。うんそうだよ。たつん？まつさん、ミッチーさんありがとうございます。今日雲が多い。え、真っ青やけど。嘘。岡山と広島は空が違うんかな。はい。銀河美中年さんありがとうございます。はい。おはよう。バイトだよ。頑張ってバイト。
バイトか。頑張れ。おはよう。海鮮丼？海鮮丼食べたいな。うん。銀河美中年さん、ありがとうございます。菅原さん、夢に出てきた。イエーイ、お邪魔しました。イエーイイエーイ。どんな夢見たん？イエーイ。ヒモスの無人島での釣り見てファンになりました。ありがとうございます。おはようございました。おはようございました。岡山いるの？岡山山いるの？山が多いですね。チロさん、銀河美中年さん、ありがとうございます。夢に菅原出ることあるんだ。やはー、釣りに行かないの？行かない。行けない。行けない。どうやって行くんかわからんのよね、自分ちから。4月27？ 釣り配信したいけどな。はじめまして。パズドラのダンス教えてもらったけど、何？パズドラに、パズドラにダンスってあるんですか？あのあれですよね、パズドラってなんか丸いやつがいっぱいあって、うわーって動かすやつよね。ダンスあんの？ダンスあんのか。体鍛えてる系男子ってについてどう思う？かっこいいと思う。ジョアニとキンってセクシーだね、これを持って。うちの船来て、今日は風強くて出ないけど。あら、釣りするの？おはよう。釣り好きです。こうやったら指が長く見える、なんか。こうやったら指が長く見える。釣り行きたい。それな、尾道祭りという、イベン、メンバー決めたけど、メンバー決めた。あ、そうなんだ。尾道じゃけん、広島の子たちが出るんじゃない？分からんけど。全然知らん。はじめまして。ね、指長く見える。チロさん、ありがとうございます。おはよう。ふう、日差しが跳ねて、君を乗せた船が近づくよ。イエイ。フラワーフェスティバル何時に出る？いや、わからん。何時やろうね。何時だろう。おはよう。女子で釣り好き少ないよね。うん、少ないけど、 STU さきが多分めちゃめちゃ好きなだけで、結構釣り好きっていう氷、ももちゃんとか釣り好きって言ってた。角田ももな。松さん、ありがとうございます。釣りオフ会？オフ会ないよ。
ないない。いつも門脇みゆながお世話になってます。みゆみゆはこちらがお世話になってるんですよ。お世話になります。お世話になりますです。釣りしたいね。宮島行きのフェリーに乗りました。さっきは何時に水族館に来る。今日かな、今日行けるかな。もうこの時間よ。まだこの時間かね。行きたいな。でも宮島水族館、吉本新喜劇は好きですか？好きです。見に行ってました、大阪まで。おはよう。うん、お箸。お箸。おはよう。今日夢にトロピオ出てきてびっくりして起きた。もったいない。起きたの。あら。あららら。今度握手会、たくさん釣りの話した。よしよしよ、やりましょう。広島とか観光した場所ありますか？広島で食べた食べ物なんですか？広島、さっきもあんまり観光しなかったんだよね。なんか最初の方とかも全然時間なくて、もう観光全然してないんですけど、あの宮島は行きました。宮島もう定番のとこしか行ってない。なんか隠れスポットみたいなとこも行きたいんだけどね、いつか。大地さん、ありがとうございます。最近釣り行ってないです。おはよう。おー、アイライン何使ってるの？アイラインはなんか3本ぐらい使ってる。どこ？あった。ラブライナーとラブライナーと英語読めんやつ、この3個。これだけだけです。ドカワキ、おはよう。夢で奈良さんとさっきがデートしてた？カップル、カップルや。さきちゃん家がかなり隠れスポット？確かにそれはそうかもしれん。ゆうじさん、ありがとうございます。岡山のおすすめスポットなんかある？瀬戸内区で行ったクレープ屋さんとか結構美味しかったから。そう、生地にクレープの生地にハートが隠れとって、そのハートを見つけたらなんかラッキーみたいな言ってた気がする。スヌープドギドギードッグさん、ありがとうございます。ラブライナー有名。いろいろと使い分けてるんですか？うん、これが茶色で、これこの2本が茶色で、これが黒。黒っぽいでしょ？ふよん。誰かから LINE が来たよ。誰だと思う？ママだった。バンジャラモンスターさん、ありがとうございます。あとね、
あれも有名かも。めちゃギントン、めちゃギントンなの電車。岡山結構有名かも。さとぽんさんありがとうございます。スエンさんもありがとうございます。りんたろうさんもありがとうございます。ブロンコさんもありがとうございます。チャギントン有名かも。俺が LINE した、うん、そんな気がしたよ。おふにいさん、チロさんありがとうございます。チャキさんありがとうございます。 LINE の音なのそれ。そうだよ、口笛。ふう、チャギントン。菅原さんと広島観光するっていう夢ができました。イエイ。やりたいね。岡山でもいいよ。いや、ほんまにチャギントンだっけ。チャギントンだじゃん。めちゃギントンじゃなくてチャギントンかな。のね、電車が走っとんよ、岡山県。チャギントンが走ってんの。チロさん、松さんありがとうございます。走ってんの、ほんとに。マジ、もう一回鳴らして。なんで、いいよ、もう一回鳴らしてって。 LINE が来ないと鳴らないんだけど。鳴るけど、この音さっきよく LINE の音変えるんだよね。チロさん、銀河美中年さんありがとうございます。すげえブサイクな顔だった、やば。すごいブサイクな顔でしたね、私今。ちょっと大きい方がいい。この音ですよ。おお、今のは違う。今のは違う音。岡山3年住んでた。そうなの。さっきはもう14年ぐらい住んでたよ。嘘、10 LINE が鳴った。うん。岡山案内してほしい。するしたい。チロさん、銀河美中年さんありがとうございます。おはよう。チャギントン走ってる。うん、走ってる。てか、あのアイス食べたかったんよね、さっき。キウイのアイス、中がトロトロのやつ。ん、岡山駅で迷って泣きかけました。助けて。どこにいるの、どこにいるんだい。銀河美中年さん、チロさんありがとうございます。チャギントン知らないの。ちょっと待って、え、チャギントンって知らないの。嘘。うん、結構リアル。めちゃ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 ギントン、めちゃギントンってよくない。言わん。そう、めっちゃリアルなね、顔面の持ち主なんよ。映ってないよね、何も。これが岡山県で走ってるんですよ。これ正面。正面の顔面、正面の顔面をママから送られてきました、今。りんたろうさん、ひまわりさん、銀河美中年さんありがとうございます。そう、予約いるし、乗るのめっちゃお金かかるんです、これ。乗ってみたいけどね、一回だけ乗りたいけど、うん、なんかめっちゃ高い。あの、これが。これが高い。そう、あすなりさん、イゴールさんありがとうございます。うん、ハモったね。おはよう、ありがとうございます。岡山の魅力、
いい意味で田舎です。いい意味で田舎で、いい意味で静か。今日何したらいいと思う？暇なの。岡山にいるんかね。今日は広島に来よう。広島に来てください。ほう、めっちゃヒント。え、知らないの？嘘。アニメだよ。アニメ、アニメ。え、やば。かのんちゃんも知らんって言っとったよね、昨日。昨日かのんちゃんとね、コンビニに行ったんだけどね。コンビニに行っただけの関係なんだけど、かのんちゃんと。かのんちゃんね、コンビニに行ったんだけど、握手会行く朝早い時チャギンと見るね。これ高いんよ、お金が乗るのに。りんたろうさん、小林さん、ありがとうございます。岡山だ、都会なんですけど、だからいい意味で田舎。あっ、危ない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 、間違えた。いい意味で田舎。小林さん、ありがとうございます。岡山って桃太郎のとこ。そうそうだよ。わー、危ない。岡山で好きな場所どこですか？実家。実家ですかね。岡山ってヤンキー多いですか？私ヤンキーじゃないから全然そういうのは知らないです。わからない。おはよう。あの、すいません、何でしょう。ああ、コンビニに行っただけの関係。あ、おはよう。アジアの岡山勝ったね。ね、徳島に勝ってた。逆転勝ち。やっぱ仲間選手は強かった。かのんちゃんとコンビニに行きたい。え、先じゃないんかよ。先じゃないんだよ、かよ。うん、通報しそうになった。危ない、危ない。さっきよく手が、手でこうコメントヒュッヒュッヒュッってするけんさ、危ない。誰も通報してないよ。ごめん、ごめん。実家大好き。イゴールさん、ありがとうございます。昨日テレビで岡山やってた。あ、そうなんだ。そうなのね。岡山と言ったら何でしょうね。岡山と言ったら桃です。笠岡知っとる？知っとるよ、知ってるよ。ラーさん、岡山県民やん。ラーさんね、全然あのエジプトの方なので。そう、危ない、危ない。え、あれはかのんちゃんと目合ったことあるよの関係。そっか。もふ兄さん、松さん、ありがとうございます。イゴールさんもありがとうございます。一瞬おらんの時に心配したとか言っている。心配したよ。うん。思ったろ、清水白桃美味しいよね。エジプトだよ、ラーさん。知らないの？
調べてよ。ラースはエジプトの人だから。カラオケ行きたい。凛太郎さんありがとうございます。そうめちゃめちゃめちゃほら3400円、3500円、めっちゃ高くない？乗ろうっていう気はあるけど、ちょっと値段見てあーってなっちゃった。ピーポー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 。バンジャロモンスターさんありがとうございます。ピーポー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 。きなこ味のきびだんごもぐもぐ美味しいよね。初見です。こんばんは。じゃなくておはようございます。初見デフデフ。え、近くない？え、近くない？どこで泊まった？え、近くない？近かったね、今めっちゃ近かった、びっくり。めっちゃ近くない？なんかなと、なり終えたとこ。あなたが噂のラーさんですか？いや、私はラーさんじゃないんですよ。ごめんなさい。え、近くない？びっくりした。あ、近くないって、そうだわ。そりゃそうだ。病院だもん。病院だもん。それ近いわな。そりゃそうだ、病院だもん。近く。病院だもんね。そりゃそう。うん、遊びに行ってくるんが。またの、気をつけて。パトカー、救急車だったね。ね、パトカーかと思った。なんかピーポーピーポーって言うから、あ、じゃあピーポーピーポーだと思って、あ、じゃあピーポー。何言ってんのか分かんなくなった。さっきのニックネームがもしアラーさんに変更？変更しないよ。しないよ。しませんよ。ラクダの口下？ラクダ？ラクダかーってか、なんか遠いところに行きたいですね。お出かけしたいですね。イゴールさんありがとうございますね。ピーポー、ひまわりさんありがとうございます。追加されるんだ。確かに追加するか。笑え、笑った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 ピーポー。瀬戸内で一番栄えてるのどこ？栄えてる？とは広島県。栄えてるって？菅原さんのことなんて呼んだらいいですか？さき。鳥取行きたい。え、昼からカラオケ行くけど行く？行きたい。カラオケ行きたいな今日は。でもカラオケ配信しようと思ったんだけどさ、許可取るの時間がね、時間がちょっとなんか微妙だったんですよね。のぼるさんありがとうございます。さっきとラーさんは別人だからね。
ね。そう、カラオケ行きたい。水族館も行きたいけど、カラオケがいい。水族館は一人で行きたくない。悲しいじゃん。うん。サキです。チロさんありがとうございます。そう、許可がいるんですよ。そう、許可がなければね、いけれんのよね。チロさんありがとうございます。そう、カラオケ配信したいけどね。マリホの水族館行こうや。行きたい、水族館行きたいよね。行きたいけど、今日は一人で過ごします。ちなみに特殊、そんなことないよ。可愛すぎて頭抱えます。頭抱えるね。私も頭抱えるわ。バンジャラモンスターさんありがとうございます。足箇所を見、一人で足箇所を見たとき、あの帰り謎に悲しくなった。一緒に帰ってあげたのに。ふっ。イゴールさんありがとうございます。一人で過ごすの珍しい。そう、あんまり一人で行動しないから。先メンバーと、カノンちゃんとか、ほのたんとか、葵ちゃんとか、コッコとか、あゆみとか、もうなんか一人であんまり動かないんですよ。一人でいるの寂しいから。そう、静岡行きたいね。わかる。頭抱えるね。イゴールさん、リンタロウさん、ひまりさん、松さんありがとうございます。そう、あと10分で広島着くの。お、広島おはようございます。かゆ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 。なんでそんな可愛くなったの。メイクですかね。さっきみんなと仲良し。そう、さっき結構みんなと仲いい。ももちゃんとかも普段一緒にいますよ。たまには一人もいいけど、本当にたまにでいい。1ヶ月に1回ぐらいでいい。一人は一人は1ヶ月に1回ぐらいでいい。意外とウサギタイプなんですよ、こう見えて。意外とね。色気あるよ、ほんと。そう、さっき意外と寂しがり屋なんですよね。意外とね、うさぎさんタイプ。意外と、意外とね。そう、ぬけん、うん、誰でもいいわけではないけど誰でもいいわけではないけど、もう何をするときも誰かと一緒がいいです。一人が行動しやすい。確かに確かに。さっきとか自由人だからよくそんな感じ。うん、知ってる。そう、意外と寂しがり屋なんです。11時までやろう。ん、かのんちゃんが最近さきちゃんかのん好きすぎだって。何のこと。何のことや。そう、メンバーなら誰でもいい。もうみんな大好きだから。さき一人が好き。さきも一人が好きなわけではないけど、一人でいたい時はありますよね。
人間だもの。岡山弁で喋って。わかった。岡山弁で喋ってない？喋ってないかな。喋ってない。喋ってない。岡山弁ね。お腹鳴った。他の STU メンバーは何してるんだろう。あゆみはあんま言わんとこ。他の子のことは昨日いろんなこと LINE してた。イゴールさんありがとうございます。ちょっとメンバーになってくれて。どういうこと。どういうこと。イゴールさんありがとうございます。うちとも遊んで。遊ぼう。さっき学校に友達いないから、じゃあ学校の友達になって遊ぼう。そう、友達がいない。そうだよ、友達ゼロ。ゼロだけど何か。そうだよ。映画は2人とか3人とかがいいね。1人映画ちょっと先まだできない。最近なんか、最近なんか映画見た？見てない。最後見たのなんだろう。忘れた。そろそろおやすみ。寝ます。お、おやすみ。喋ったらんの？本当？うん。標準か？嘘。たまに岡山弁出てる。たまに、たまには出てる気がする。自分でも、あ、出たなってわかる。わかる。友達いないの悲しい。一番悲しいの私だよ。私が悲しいよ。悲しみの極みです。5月3日のインテックス大阪を待ってます。学校一緒だったらな。学校一緒だったらさっき多分うるさいですよ。ラーさんになるよ学校で。学校でラーさんになるよ。学校だと向こうから話しかけてきそうだけどね。うん、話しかけてくるけど、さっきがあんまり積極的じゃないから。学校では宅の友達が圧倒的に多い。おー、いいことやん。そっちを大切にしなさい。ゆうじさんありがとうございます。ありがとうございます。学校の友達になりたいです。なりましょう。皆さん高校生に戻りましょう。うん、今日ちゃんと会ったりしますか。イゴールさん、バンジャロモンスターさんありがとうございます。メイクしてるよ。もう半年以上 LINE 開いてない。それやばくない？結構何通たまるの。やばいじゃん。イゴールさんありがとうございます。う、学校でラーさんした頭引かれるよね。私、凛太郎さん、ゆうじさんありがとうございます。チロさんもありがとうございます。メールが来た。STU メンバーで岡山出身はあーちゃんとおきちゃん、藤原あずさとおきゆうか、おきゆうか、おきゆうか。チロさんありがとうございます。メイク変えた？うーん、変えたかも。なんでわかるの？みんな変えたの。アイライナーをね、前に戻した。前の描き方に戻したんだけど、ちょっとなんかメイク濃く見えるからやめる。やめる。
高校生戻りましょう、皆さん。高3に戻りましょう、高3に。カラオケ配信して、やりたい、カラオケ配信。やりたいけど、できない、今日は。たまちゃんさん、ゆうじさん、ありがとうございます。いつになく外の音聞こえる。ちょっとごめん、窓開けてるんです窓開けてる、ごめんよ。今から遊びに行ってくる。いってらー。ラーさんみたいなタイプ絶対クラスに必要。今の先のクラスあれですよ、そういう子多いんで。私は大丈夫、やらなくても。沖彩香、沖優香、モフ兄さん、ありがとうございます。さっき愛してる、ありがとう。ゴリゴリのアイドル曲聴きたい。日向の葉っぱよりも湿った裏側がいい。見つめ合って話すより片思いがいい。眩しすぎる。なんかあっちゃんとき、どれだけ好きでも無理。ベイビーなよなよなめくじ、疲れてないんじゃないかな。スエンさん、ありがとうございます。ゆうじさん、ありがとうございます。そろそろ寝る。お、14時には起きないと起きないとね。なめくじハート、ひまわりさん、ありがとうございます。スタジオでやったやつ、そう、スタジオこれしか可愛い曲ないこれしか可愛い曲ないもん、スタジオ。モフ兄さん、ひまわりさん、ありがとうございます。カラオケ行きたいね、行きたい。遠距離ポスター、近くにいるのになかなか会え。これせ、あれじゃん、スタジオじゃないよ。マッチさん、リンタロウさん、ありがとうございます。12345678ちゃん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 、はい、せーの、ヤーハンテスケ、風取り除去、はい、塊になってくっついていこう、ぶつかり合ってみんなして踊れ、思いは一つ、願うことは同じだ。もうすぐ配信終わり？ 11 時に終わるよ。うりゃって感じようぜ、僕たちの蜂の巣ダンス。蜂の巣ダンスいいよね、踊りたい。難しいことなんかこの際考えるな、もっと楽に適当に歩けない。ふざけて笑って、何でもありなんだハッピータイム。どうせここにいるのは嫌い連中ばかりだ。野蛮な求愛、もっとフラチに生きよう、もっと自分の欲をさらすんだ。何を怯えてる、失うものはないこの地球上に。荒野に解き放って愛と本能、手足を縛るな、野蛮な求愛は。スタジオもう一回やりたいな。止められない、口説かせてくれ、うん、スタジオねやりたい。ひまわりさん、まるさん、ありがとうございます。うん、虫腹はもう苦い思い出しかない。またやりたいけどねまたやりたいけど、やりたいですけどね。
いけどできるかなスタジオ。君って君って最高かよ、恋って恋って最高かよ、じゅ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 順序よろしく、感情よろしく、あーよし行くぞ、タイガーファイヤーサイバータイバーファイバーサイバーチャ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 ー、ゆうべの中まで現れるときめきは消えることがない、意識したのはいつからだろう、君が好きだよ、oh yeah、マッピーさん、チロさん、ありがとうございます。あ、壇上読みます。あ、まだいけるわ。風に膨らむ窓のカーテン、日差しは何を知ってるのか、へへへ、意地悪しないで、ワイボーワイバーイワーナドゥー。なんかね、言ったっけ、言ってないかな、あのさ、スタジオの YouTube 上がってたんですよ。あ、言ったかもしれんから喋らんとこ。あ、もう一回言っとこう。じゃあ2回言っとくな、忘れた、言ったかどうか。あのさ、スタジオのさ、スタジオのこれ見せてもいいのかな、これね、YouTube 開いたらね、さっきもうおすすめにね出てくるのがね、スタジオと NMB さんのマジスカのやつとマジ女てっぺんと、あと日向坂さんが出てくるんだけど、スタジオのね再生回数がね嬉しいことぐらいにね、何回やったっけ、あーなるなる、スタジオのね再生回数めっちゃ多いんですよ。 2.一番多いユニットの中で 2点何本とかだった気がする。もう本当に言ったっけ、言ったかな、分からん。スタジオがね一番再生回数多いんです。嬉しい、めっちゃ嬉しいんですよ。皆さんもっと見てくださいね、稼ごう、再生回数再生回数稼ごう、イエーイ、再生回数稼ごうの回。いや、さっきもなんか見ない日ないです、一日も見ない日がないぐらいスタジオのメドレーめっちゃ好きなんですよ。そう、スタジオしか見てない、嬉しい。そう、見よう、スタジオ何のやつ、なんかあの課外活動公演の YouTube バージョンこれこれこれ、みんなで見よう、これこれ、みんなで見よう、これ嬉しい、うざ、スタジオやりたいな、タン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 、わお、菅原さん見つけやすいんだよ、一人だけあのポニーテールだからうれしい、でも嬉しいです、スタジオねうん、2周年のやつ、前髪がいい、ありがとうございます嬉しいです。でもそう、一人だけポニーテールなんですよ。空気読めねえなって言われたそれなってあげーって言ってた、みんなでその時。いやー、スタジオ一番好きです、私はスタジオのメンバーが好きです。みんな飾らないところが好き、ポニーテール、ス
タジオね、スタジオ解散したくないな。スタジオやりたいね。うん。オーゲースタジオ本当にさ、多分ダンスが好きな子しかいないからさ、ダンスとかなんか歌とかじゃけんね、なんか盛り上げ人が多いんよ STU のそのスタジオが。多分もうなんかウェーみたいな人たちばっかりじゃけんさ、うん。あとマリナちゃんが結構ずっと下向いてる子だったのに、スタジオができてからマリナちゃんもなんか前向きな子になるようになったんですよ。多分分からんけど、なんで違う理由かもしれんけど、なんかスタジオができてからマリナちゃんなんか明るくなったっていうか、なんか分からんけど、分かる？なんかマリナちゃんってずっと下を向いとるイメージだったんだけど、スタジオができてからかな。分からんよ、分からん分からん、全然知らんけど、分からんけど、なんかスタジオができてからマリナちゃんすごい変わって前向きになった気がする。気がするだけ、さっきがそう思ってるだけかもしれんね。そうなんよマリナちゃん、分からんよ分からんけど、さっきが思ってる中では多分そうだと思う。思う、分からん、勝手に思ってるだけかと思う、だけやと思うけど、そうマリナちゃんが変わったのは多分スタジオのおかげだと思う、多分イエーイそう多分ね、そう、うん、マリナちゃん、嬉しい。なんやかんやね、スタジオはみんなスタジオが好きなんですよ。そう、スタジオはスタジオが好きなんだよみんな。うん、嬉しい。あ、じゃあ壇上読みます。壇上読みます。13位ミッチーさん、11位バンジャラモンスターさん、9位ひまわりさん、7位イゴールさん、5位みかんの匂いがするケンヨンパチさんありがとうございますありがとうございます。12位のぼるさん、10位ブロンコさん、8位モフニーさん、6位マスユーさん4位スエンさん、ありがとうございます。マスユさん、ありがとうございます。3位がハッカさん、2位がチロさん、1位が高木くん、ありがたわーです、ありがたわーです。ハムみたいなメモ、ありがとうございます。ありがとうございます。何の音。はい、ってことで今日も一日頑張りましょう。メール送ります、1時ぐらいに。あ、七並べ12時からやります。12時から七並べもするのでやりましょう。5分おきにやります。ってことで12時から14時までやってるから、好きなタイミングで、皆さんの好きなタイミングでやってください。5分おきにやります。いやいやじゃない、じゃあ今日もよろしくお願いします。菅原が七並べするよってツイッターにも書いといてくださいってことで、じゃあ今日も一日よろしくお願いします。せーの、バイちゃーん、バイバイキン、バイバーイ。